はい、皆さんおはようございます。ラムコちゃんです。9時57分なんですけども、7人ぐらい並んでて、今日ってそんなにお買い得品ありましたっけ？みんなムムさん狙いなんかな。ということで、どうしよう。でもあと2分だし、平日でこんなに並んでるの珍しいわ。この辺でじゃあ行ってきます。皆さんおはようございます。ラムコちゃんです。島村から帰ってきました。今日は10月6日水曜日、水曜日といえばチラシの日、水曜日といえば島パトということで、はい、今日もね朝一で島村に行ってきたんですけど、まあ勝手に私の予想では、まあ今日はそんなに混んでないだろうと思ってたんですけど、やっぱムムさんコーナーに群がるです。すごい、もう3分ぐらい前に来た時はわーって7、8人並んでて、そう、もう圧倒されながら買い物してきました。でムムさんコーナー見て、他のコーナー見て、ムムさんコーナーに戻ったら、もうなんかね荒らされまくった後みたいな感じになってて、やっぱりすごい安い商品にはやっぱり人が群がるんだって今回思いました。はい、今日の島パト戦利品をご紹介したいと思います。スザンヌさんのアクセサリーをオンライン注文してたやつが今日連絡入って届いてたので買ってきました。オンラインのやつレジで受け取るときに店員さんめっちゃ探すから、レジがめっちゃ行列になってすごい気まずかったんですけど、買ってきました。まずはピアスを2つ買ってきました。両方ね前回も発売されてたやつなんですけど、こちらが前回ねイヤリングを買っちゃったんですよ。でもすごい気に入ってて、でそのイヤリングをピアスに改造しようとして、切っちゃったんですよ。ニッパーで切ったんだけど、うまいこと部品がつかなくてですね、ピアスの。それで使い物にならなくしてしまったんですけど、今回ピアスがねこちら出たので買ってきました。このトルコイシっぽいねクロスと、このグレーと水色にスエードのタッセルがめちゃくちゃ可愛くて、商品名が SZ クロスピアス淡い銀、税込み539円、329-0514 です。はい、こちらとこちら、これも前回出たオーロラピアスなんですけど、他のものを見てたら売り切れちゃって買えなかったので、まあちょっと夏っぽいっちゃ夏っぽいピアスなのかもしれないですけど、別にいいかなと思って購入してきました。こんな感じでね、透明なんですけどオーロラにこう光るみたいな、光るっていうか反射する、オーロラに反射する感じで、まあ、ちょっとまだつけてみないとね分かんないんですけど、すごくごついんですけど透明なのでそんなに圧迫しないんじゃないかなと勝手に思ってます。 SZ オーロラピアス淡い白539円、 329-0459 です。はい、次はこちらのネックレスを買ったんですけど、こんな感じのね三角のねネックレスなんですけど、ちょっとねなんかエジプトっぽくて可愛いかなと思って、エジプトなんか個性的で、うん、で買ってみました。オフィスとかでも全然いけますし、大人っぽくて、なんていうのかな、こなれ感も出ていいかなと思って買ってみました。 SZ 三角ネックレス中コン税込み539円、 329-1919 です。ちょっとね T シャツなんでね、ネックレスねどうかなちょっと長めにつけちゃったかもしれないんですけど、結構アジャスターが長かったので、普通に40センチぐらいでこうつけれ、これぐらいでつけれたりもするし、長さは割と調節できそうでした。こんな感じで白い、セーターとか黒いセーターとかの上からこうやってねつけても可愛いんじゃないかなと思いました。ピアスはこんな感じです。どうでしょう、なんかね結構ごついんだけど透明だからそんなに目立たないかな、なんかねカブトムシの幼虫みたいな形ですね。ピアスだからで、ね、これ1日つけてられるなと思って、イヤリングだったら1時間くらいで痛くなっちゃうから、はい、こんな感じでね、これねすごい気に入ってるんですよ。うん、スザンヌさんのアクセサリーはこんな感じでした。はい、次に購入してきたのは広告の品なんですけど、こちらです。
広告に載ってたベレー帽を買ってきました。グレーと迷ったんですけど、淡い紺っていう色をね購入してきました。700円プラス税770円だったんですけど、なんとびっくりすることにね、これねウール 100% なんですよ。なんか河川かと思ってたんですけど、ウール100なんだと思って買いました。去年のあやさんのやつも買ったんですけど、この色ちょっと珍しいなと思って、グレーがかったネイビー で普通のねグレーと迷ったんですけど、これにしました。はい、冬とかさりげなく被るのいいかなと思って、去年ねあやさんのベレー帽買って全然被ってなかったんですけど、この色だったらなんかベッド被れそうかなと思って、そんな目立たないかなと思って、はい、購入しました。商品名がダブルバスクベレー、頭の周りが 57.5cm、 淡いコーン、税込み770円、327-1168 です。はい、ちょっとね頭の調節する紐とかがないので本当に 57.5 以下にはならないんですけど、ウール 100% だったらいいかなと。こんな感じなんですけど、髪も切ったし、いいかな。この色だったら、ちょっといいかなと思って買っちゃいました。あのね、やっぱり 57.5 で、ちょっとね、私も緩いんですけど、すっごい風が吹いたらもしかしたら飛ぶかな、もしれないですけど、プチプラナヤさんのなんか飛ばない、こんな、マジックテープみたいなやつあったじゃないですか。あれをこっちにひっつけて、かぶるっていう手もあるなと思って。はい、ということで次に購入してきたのがこちらです。こちら今回のムムさんのやつですよね。私なんか4種類4型出るのかなって思ってたんですけど、今日行ったらこのブラウスがあったので、へーと思って来たら可愛かったので購入してきました。今回の発売のやつでいいのかな。昨日見たインスタとか拝見した感じではなかった気がしたんですけど、これの黒とこの白とチェックがあったんですけど、これ買ってきました。商品名が MU チュニックシャツ淡い白、税込770円、 516-2255 です。これの何が良かったかっていうのが、まあお値段ももちろん安いんですけど、綿 100% なんですね。綿 100% のネル素材でちゃんと秋冬用になってて、で白で本当にネルシャツっていう感じなんですけど、なかなかね白のこのバンドカラーのネルシャツみたいなのもないですし、あと色もねすごい良かったんですよ。真っ白だったら浮いちゃう人とか、まあ、その人のね肌の色によるんですけど、私ちょっと真っ白とかだと浮いちゃうし、バニラアイスみたいな白でなんか鼻なじみもちょうど誰にでも合いそうな色だったので買いました。綿100だしね、お肌にも優しいし、私こんなの出るって知らなかったんですよね。はい、着てみました。こんな感じです。 M サイズでこんな感じでちょっとゆったりしたシャツになるんですけど、なんか普通にシンプルに可愛いなと思って買いました。今日プチプラナヤさんのストレートパンツ履いてるんですけど、普通にジーンズと合わせてもいいですし、何でもね合わせやすそうな感じがします。今とかって結構昼間とか夏日だったりするので、もうちょっとしたら着たいなと思ってて、こうさらっと着てもいいですし、ここ全部開けて羽織で着ても可愛いかなと思って。私ねあんまり白シャツとかパリッとした白シャツとかね全然似合わないので本当に持ってないんですけど、これだったらこう寝るシャツでパリッとした張りのある素材よりちょっと柔らかい感じが出るので、なんかきちっとしたのとかパリッとしたのとか苦手な人だったらこれ挑戦しやすいかなと思います。